木村に預けて、こういったキックアウトから遠目から打ってきます。落ちて、あ、高さがあるレーン、アシュリーもいますが決めてきました。一度下げて杉本、手前木田隆明、フェイク挟んでから2にしました。これも落ちています。ただもう一度アルティーリ、遠目からディープスリーが決まります。栗原に大崎がつきます。レーンのキックも使いながら、鹿野純喜のスリーポイントきました。しっかりラベネルも素早く戻ってきています。ためを作ってから決めます。後ろからゆっくりとラベネルが上がってきました。真ん中で杉本です。また杉本がコートに入ってきました。ドライブ仕掛けた、この切れ味です。しなくてはいけないんですけれども、その他にも警戒する選手が多すぎるというのがアルティール千葉。もう一度狩野にはスリーを打たせたくないアルティール。今はアシュリーがついています。真ん中レーンがついています。バンクショット決まりました。狩野純喜からのパス、木村中に通してスプライルが呼んでますが、フェイダーウェイでイシュマイルレーン、バスケットカウント。後半も好調です。アシュリーの手がかかって、自ら行く、キックアウトしてからスリーポイント決めました。同点、イシュマイルレーンのスリーでした。手前で大塚優斗、ラベネル、外から打ってくる、決めたー、スリーポイント連発。岡島はスリーもあります。狙ってくるか、これはどうでしょう、落ちています。決まりませんでした。ラベネル運ぶ、中通す、決めました。同じ同期のレーンには負けていられないという栗原です。栗原、外から来た、落ちています。リバウンド、スプライル、落ちてからダンク決めました。藤本仕掛けて、ライオンズ走り込んできた、最後は落とし込んでいます。ラベネル取りました。アシュリー、さらに長いパス、大塚優斗落ちています。リバウンド詰めてバスケットカウント。アシュリーのピックも使いながら、外振った大塚優斗、スリーポイントきました。遠目から打ってきました。これは落ちています。リバウンドアシュリーが収めて、ここでタイムアップです。